はい、じゃあ第2部として疫学ですね。そうですね。水天獣。水天獣ですね。はい、初級が終わって急にも終わりましたかね。そうですね、終わりましたね。はい、じゃあその続き。Q3 ですね。Q3、はい、をメインにお話したいと思います。Q3 メインで、はい、お願いします。はい、高度勉強に入っておりますね。はい。初級、中2と勉強しまして、Q3 に入りますね。はい。これはですね、顔を例にそうですね取っておりますね。顔というか、まあ難関というか関検ですね。関検ですね。そしてこの関検の顔から遠いところがより安全になるわけですよね。初級は高にます、つまり公害だということでですね、ね、都を中心にね、こうというのは百里先だということでですね、説明いたしましたね。そして初級は王からだんだん近づいて斜にます、砂にますということですね。はいはいはい。従ってずっと川岸に近づくわけですね。はい、ね、川岸に待つわけですよ。いや関係に近づくわけですよ。ね、そう説明をいたしましたね。はい。そして Q3 ですね。泥に待つ、肌の至るを致す、泥に待つ。あ、もう中に川に入ったんですよ。そうね。ね、はい。真ん中まで行きませんけどね。川岸。まあこの辺りはですね、水流の流れがですね、淀んでるとこですね。ね。したがってぬかるんでるんですよ。危ないですよ ね。泥に待つ、泥にはまるわけですよ。初級、急に急三とだん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 関係に近づいてるわけですよ。したがって急三は元来がこれは危険らしいですよね。そうですね、もともとこれは下の毛、これは上の毛ですね。そうですね。初級、急に急三が下の毛ですね。六四六五上六が上の毛ですよね。そうですね。下の毛から上の毛に行くときは危ないぞということをですね、はい、前に申し上げました。普通でも危ないんですけれど、急三は泥に待つわけでございますからね。もっと危ないですね。ぬかるみに足を入れてるわけですよ。復活するとズルズルっと入ってくるんですよ。ね、危ないですね。したがって Q3 の場合はね、動いちゃいかんのですよ。まあそういうことですか。ね、動いちゃいけない。しかし Q3 はですね、陽の陽ですね。そうそうそう。急に初級、急に Q3 とですね、陽が続きますよね。そうですね。初級は陽の始めですからね。動くといってもそんなに動きませんしね。大体はですね、初級は物の始まりでございますからね、そんなに危険はないわけですよね。中二はこれは中ですからね、中は徳がありますね。中中には中、中後も中ですよね。はい。中というのは非常にいい場所ですね。不正であってもね、いいんですよ。中には不正ですよね。本来はこれは陰の石ですが、陽になってますからね。そうですね。しかし陰というのは動かない、うん、陽というのは動く、陰のとこに陽がありますからね。まあ動こうとしてもあんまり動けないとこですよ。動いちゃいかんとこです。しかも中ですからね、はい、いいんですよ。ですから急には問題ありません。ただ陽の位置に、陰の位置に陽がありますからね、少し弦があるということをいたしましたね。避難中傷を受ける、しかしね、ついにはいいということで前回説明いたしましたね。では Q3 はどうか。 Q3 も陽ですね。初級、急に、急三と進んでおりましてね、
これは非常に優たるところでございますからね、ね、しかも旧産ですからね、動こうとするわけですよ。動こうとします、はい、しかし動いちゃいかんのですよ。動いたら泥にはまるわけですよね。しかし動きやすいんですよ、ここは。そうですね、ね、ようですからね、動きやすい。危ないけど、しかし、はい、本来は動いちゃいかんところにいますからね、じーっと時の来るのを耐えなあかんのですよ、うん、したがってここはですね、動いちゃいかんのだぞ、時が至るまで待たなくちゃいかんぞと言ってるけれど、待てますかということをですね問いかけているところなんですよね。うん、そして動くと仇の至るを致す、間違いが生ずるということですね。仇は間違いですからね。あ、そうですか。考えですね。仇がやってきますよということ。考えというのはですね、外からやってくるんですよ。災いは外からやってきますからね、はい、害は外からやってきますから、動かずにじっとしていれば考えにはまることはないんです。なるほど。しかしね、じっと待てということですね。ここでじっと待てと言ってますけど、待てないと、なかなか普通の人は待てませんですよね、うん、しかし待たなくちゃいかんのですよ、うん、ここで一つ例を挙げますとね、はい、皆さんご存じの万葉集のですね、歌の中にぬかだのおくみがですね歌を十首ばかりですね上げてらっしゃいますね、うん、斉明天皇の時代から持統天皇の時代に至るですね歌人でございますけどね、まあ、その時代の女性の歌人ではですね最大の一人ですよね。ぬかだのおくみ、ぬかだの女王と書く場合もありますけどね、これでぬかだのおくみと言いますよね。握ったずに船乗りせむとつきまてば潮もかなえぬいざこぎいでんということでですね、うんうん、これは琵琶湖の航海の話でございますけどね、琵琶湖のようなところでもですねやっぱりですね潮を待って出ないと干満がございましてね、干満がつけない影響を受けますからね、したがって潮目を読まないと出てもですね目的地へ行けません。場合によってはですね流されたりですね戻されたりしますね。したがって潮目を見て渡らないといけませんよということをですねぬかだのおくみが言ってるわけですよね。人生航路もそうですよね。人間の人生航路にもですね、いい日ばっかりじゃありませんからね、いい日もあるわ悪い日もあるわけですよ。しかし悪い日にはですね出ちゃいかんのですよ。動いちゃいかんのですよね。時間を待たなくちゃいかんのですよね。時期を待てば潮目がやってきますからね。そうですね、そのいい潮目に動いてくださいということを言ってるわけですよね、うんうんうん、したがって潮目をですね読み間違えると、大変なことになるわけですよね。そこでもう一つの例を挙げたいと思いますけれど、大黒光太夫という方がね、江戸中期の方でございますけどね、います、うん、この方はですね、三重県のですね、現在の白子という駅がございますけどね、
白子と言いましてもね、ちょっとピンときこないと思いますけど、ちょっとですね、地理的なことを話しますと、名古屋からですね、近鉄にですね、乗って伊勢の方のへ行きますよね。はい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 。その途中に桑名があって四日市がありますよね。そうですね。ね、白子は確かにありますね。この先は伊勢ですよね。そうですね。四日市からちょっと行った先にですね、白子というですね、駅がありますね。その白子の裏というところからですね、江戸中期に大黒屋光太夫がですね、紀伊の国の米をですね、江戸に運ぶですね、船に乗って出かけましたね。その日はですね、ちょっと天気は良くなかったらしいんですよ、はい、しかしですね、米の配送をですね、急がれておりましてね、それでですね、迷ったらしいんですけれど、出港することにしたらしいんですよ。当時はですね、今のようにですね、気象情報なんか発達しておりませんからね、寒天望気ですよ。天の雲の動き、それから風の流れですね、それを読んでですね、暴風になるか雨になるかということを判断して出るんですよね。うん、今でもですね、気象情報はですね、科学的にですね、なっておりますけどね、しかしその港のですね、状況はですね、やっぱり寒天防御なんですよ。漁師さんがですね、長年の勘で判断するわけですよね。うん、昔は文字通りですね、寒天防御ですよね。大黒屋光太夫は船頭としてですね、寒天防御によって大丈夫だろうということで出たんですよね。はい、ところが暴風に遭いまして、一気にですね、アリューシャン列島まで流されたんです。アリューシャン列島行ったらですね、東はアラスカ、西はロシアのカムチャッカですよね。あそこまで行ったんですよ。お柱折れるね、全然操船不能でですね、アリューシャン列島のですね、カムトチカという島がありましてね、その島に漂着したんですよね。で、原住民にですね、取り囲まれて危ない夢をしたようでございますけどね、結局はですね、ロシアの関係に渡されましてね、あの国間の地でですね、11年過ごしたんですよ。ええ、11年過ごした。乗組員はですね、17人でしたが、そのうちですね、ほとんどが寒さで亡くなったんですよね。17人のうち13人が病死して、そしてですね、4人生き残ったんでございますけれど、4人のうち2人はですね、1人はですね、重い病気にかかり、1人はですね、ロシアの女性と結婚いたしましてね、もう帰る気がなくなっとったんです。それでですね、大黒屋光太夫と磯吉というですね、まあ、一番下の船のですね、捜査員ですね、その2人だけがですね、帰ってきたんですよね。でも帰ってこれたってもすごいですね。いやいや、それはね、流れたら大体沈んでますけど、いや沈んでますね。まあ、いろんな偶然が作用したと思いますけどね、積み荷を全部下ろしましてね、ガシを覚悟したところをですね、アリューシャン列島のカムトチカという島に漂着したんですよね。なるほど。原住民に襲われるところをですね、なかなかですね、この古代は賢い人でございましてね、上手に対応して生き残ったんですよね。しかし11年ですね、
あの国間の地でですね過ごしたんですよ。そして11年目にですね、ロシアの皇帝エカテリーナという女王にですね呼ばれましてね、珍しい日本人がおるということで呼ばれましてね、エカテリーナが面接したところ、これはなかなか人物の人物のようだ、日本に返してやろうということでですね、グラスマンというですね、日本にですね、まあ検疫施設としてですね、女王が派遣するその施設とともに変えてきたんです。江戸時代ですよね。江戸時代中期ね、将軍家内の時代ですね。あまり、ま、マイナーな方ですね。家内。そしてですね、家内の面前でですね、ロシアの事情をですね、この高台が述べたんですね。はいはい、11年の、それを筆記したものがですね、ホクサ文略と言いましたね。あ、そういう本があるんですか。そうそう。ホクサというのは、これかな。じゃ当時のロシアの様子がわかりますね。そう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 。当時、じゃあ女帝だったんですね。ホクサ文略、うん、エカテリーナっていうのは女性ですよ、ね。そして向こうのですね、女王というのはね、非常にですね、人民に接する仕方がですね、人間的ですよね。大黒屋光太郎の人柄を見込んだらね、そばに呼んでですね、よく頑張ったなということでですね、接吻したそうですから。ほう、うん、立派なもんですよ。そして施設をですね、つけて日本へ返したんですよね。なるほど。そして日本に帰った途端、大黒屋光太夫は鎖国の禁を破っていったということでですね、え、罪人ですか。これはですね、罪人扱いで、そしてですね、まあ薬草園がありましてね、幕府の、あの鎖国は鎖国ですね、確かに、うん、その小石川の薬草園に幽閉されるんですよね。幽閉されます。この伊勢の国の白子の実家には妻もいたようでございますけどね、まあ、会わせてもらえないわけですよね。そして幽閉されてそこで一生を過ごすんですけれど、まあ妻は与えられましてね、女は与えられまして、その間に子供ができるんでございますけど、その子はその子はなかなか優秀でですね、ひそかの学者になりましたけどね。この大黒屋光太夫もですね、もともと優秀な人のようですね。なるほど。この北斎文略という本がですね、今でも岩波文庫で読めますけれど、ロシアの事情を正確に述べてるんですよ。したがってロシアの事情というのはですね、大黒屋光太夫の家内の面前で述べた言葉をですね、学者が、当時の幕臣が書いたものがですね、北斎文略でございますけれど、それがですね、その後の日本でですね、ロシアの情報のですね、重要な柱になってるんですよね。そしてロシア戦争の時もですね、日露戦争の時もね、ロシアの事情が明確に分かりませんからね、この北斎文略を参考にしたようですよ。今でもですね、この北斎文略は大きな上限として、学者が呼んでおりますね。北斎文略は、北斎こう言ってたけど、ごめんなさい、木だった。それはすごいですね。でもね、北斎文略ね、岩波文庫から出てると思いますけどね、星3つぐらいのですね、厚さでございますね。まあ、ロシアの方がずっとあの、人間的には上ですね。いや、日本はね、劣ってますよ。劣ってますね。このね、家成がですね、古代を呼んでですね、質問してですね、答えたものは北斎文略でございますけどね、家成はですね、直答を許さないんですよ。家成が聞きたいことをですね、家臣が聞いて、大黒屋光太夫はその家臣に答えるわけですよね。
別に日本人同士ですよね。日本人同士で言えないがおるのにですね、言えないにですね、恐れ多いということで直答を許さないというのが日本の老兵ですね。これは鎖国時代ですね。結構ハグしてくれるようなね、その王妃に。そうですよ。で鎖国というのはね、これはですね、結局はですね、太平の世をもたらしたわけじゃありませんよ。日本人民をめくらにしたんですよ。なるほど。江戸のですね、徳川家一家をですね、安泰にするためにですね、鎖国を取ったわけですよね。それで大名を規制し、人民を縛ったわけですよね。なるほど。その間、日本はですね、太平という名のもとにですね、世界の情報圏から断たれたんですね。そうですね、孤立した。めくらだったんですよね。難しいですね。そうですね。はい、わかりました。この大黒屋光太夫もね、出航の時にですね、観天望郷を見余って出航したのが、11年のですね、シベリアの苦難の生活になったわけですよね。そうですね。で帰ってきてもですね、生涯ですね、幕府の営む薬草園にとらわれてですね、そこで生涯を置いたんです。そこで結婚をして子供を産んだんでございますけど、そこへ出ることは許されなかったんですよ。というのはね、外へ出るとですね、さまざまな外国の情報をですね、ばらすかもわからない。それではですね、幕府の鎖国の政策がですね、壊れるということでですね、憂鬱したんですよ。ね、それを法を破ったものを、放置したってことになるから、そうですね、まあ、建前的にもあれですもんね。ちょっとね、はい、九三から脱線いたしましたけど、はい、九三というのはね、またちょっと話すことがございますから、ね、次回に申し上げます。はい、ありがとうございました。